ポットでコメント返しは全然いいんだけど、よりによって朝鮮トンネルかとは思うよ。喋ってる最中に苦しめられちゃう。人が来る場所じゃないからだよ。はい、どうもこんにちは、かっちゃんです。はい、こんにちは、むいです。さあ、大切なお盆、まあコロナもひどいし、台風来てるし、台風っていうかね、もう珍しいこの時期に秋雨前線なのですか。はい、もうね、梅雨も 早ければ秋雨前線来るのも早いね。まあ9月に来てもおかしくないものが8月の中旬に来てしまった。9月に来るものが8月の中旬に、早いね。早いね、困りましたね。ね、本当にね、僕ら本当あっちこっち撮影行きたかったんですけど。そうですね、行けたらいいなと思いつつ、ここしばらく雨だったりとタイミング悪く行けない日が多く撮影ができず、この何ちゅうの質問コーナーがちょっと多くなって誠に申し訳ございません。撮影場が今なんとここ朝鮮トンネルの中です。はい、まあとりあえずまあここでちょこっとやりたいと思います。最近でもあれだよね、動画質問多いよね。多いですねじゃあ、多いですねって言うけど、あれだよ、この質問募集コーナーっていう動画を出したからこそ、そのいただけた質問で。あ、本当。その返しをやっていきたいと思います。ポッタ君ごめんね。あの個人宅への凸はなかなかそうどうしたものかと、どうしたものかつったもんだ。まあこれはね、ポッタ君本当あれですよ、いずれまたね、どっかでやりますよ。ポッタ君置いといて。じゃあちょっとなんかあるの、なんか。はい、じゃあ一つ目いきましょう。おう、質問ですが、動画にも何度か出てきてますが、キーンと耳鳴りが発生した時、あなたが要は霊感で感じた時、そちらの方向を向いて関わってくれるなとか、良くないことを起こすなと念じるのですが、正しい対処法でしょうか。というのも昔から耳の奥がキーンとなる耳鳴り、どちらか片方の耳のみが発生した時、放置すると必ず良くないことが私だけではなく他人も含めてその方向にいる人に起きるので、いつしかそのようにすると収まるようになりました。どうなのでしょうか。何か霊感あるのかどうかはさておいて、キーンと片方だけ耳鳴りしてそっちの方に向かって、なんか注意の念を送ることで効果はありますか。あるんじゃない。あるんだ。いや、そっていうか、この人自体が結構霊感を呼べる癖がついてるっていうか、呼ぶものを引きつけるものを持ってるんだろうね。おー、うん、だからそのこの良くないことを起こすなっていうね、もうちゃんと聞こえてるっていうか、可能性がある。そうだね、うん、むしろそれが自分に今度来るかもしれん時もあるよね。向こうからの声がって話？何が？いや、本人自体に今度災いが来るかもしれないし。それをその要は注意の念を送ったらなんか収まるようになったってあるから大丈夫なんじゃないの？大丈夫だと思うけどな。この子、呼び癖があるっていうのを直さないとめんどくさいかもしんねえぞ。どうやって直すの？どうやって直すんだろうな。だってこの書き方だと多分無意識だよ、これ。その悪いのが。周りの人って言っとるもんね。周りの人にも災いがあるって言っとるもんな。これは何だかんだこの人を引き寄せるものを持ってるっていうのは確かです。おお、この人あれじゃないのかな、
耳がキーンってなって耳左耳なら左耳っていうせいで、この人意外と変なとこに真面目な人じゃないのかな今度間違ってたらごめんなさいけど、変なとこに気真面目だねって言われる人から言われるんじゃないかなと思う。もし当ててたらここにコメントください。終わりでいい感じこれは、うん、次の質問に行っていい感じですか。いいよ。まあ、同じ方でね、何個か質問来てるので、あの答えていきたいと思います。亡くなった動物の姿が見えるとのことですが、大切に思っていたペットはそばにいてくれたりするものでしょうか、それとも当時住んでいた場所にとどまるのでしょうか。あのね、これ動物のってね、すごい面白いことに、前住んでた時に全部これはもう僕の体験で言うんですけど、死んで2年後に引っ越したんですよ、うん、で新しい部屋に住んで、ふとしたらその当時のワンちゃんの毛が出てきたっていうのはあるわね。聞いたことはある。あのちょっと今の続きありまして、うん、そばにいてくれるのか、その当時住んでた場所にとどまるのか、うん、というのもものすごく辛いことがあって、落ち込んでいる時に、うんうん、なぜか実家で飼っていた猫、かっこ自分にとってとても相性が良かったの毛が一本出てきたりします、うん、なんだか慰められている感じがして立ち直れるのです、うんうん、もう十数年前に実家で亡くなった猫ですが、離れた場所で住んでいてそのような現象が起きるのが不思議だったりするのでお伺いしたいですって。それはよくあることです、心配しすぎてはい、あることなんだ。うん、動物でそうだね、意外とそういうのある。心配で心配で、この子が立ち直るまで心配でっていうのはってなわけです。そういうのはあります。動物はね、人間と違って特殊で、引っ越しても来れる。本当に心配とか本当に好きでまだ離れられたくないっていう時は、ふとした時に毛が出てきたり、うん、頭の奥で、うん、ワンって吠えてくれたり、自分がなんか困った時にそういう現象が起きるのは多いです。それはすごい可愛がってた証拠です。へー、うん、そんな飼い主さんがみたい。そういう時は本当にその子が好きだったものを置いていくのも一番いいかもしれないですね。必ず自分の人生にプラスにしてくれる、人間よりかプラスにしてくれるものを持ってます。おお、はい、なんかいいエピソードだ。なんかいいエピソードだ。そう、ちょっと俺いいこと言っちゃったかなやべえな、俺霊媒師みたいでは、次の質問へ、うん、最後にもう一つ、お稲荷さんの神社はなんとなく昔からあまり参拝したくないと思っているのですが。ああ、僕も一緒です。かっちゃんも同じようなことを思ってたりしますか。ああ、もうダメですね僕本当もう狐だけは怖いです。大きい神社によっては、うん、その敷地内に稲荷神社が奉願されてたり、うん、一緒にいたりするので、うん、狐神社とか狐のそういう、みんな若い子たち行くじゃないですか、心霊スポットでうわーとか言って、そこにあるものを、狐の周りにあるものを、絶対狐の周りにあるものを移動したり持ってきたり蹴飛ばしたり、なんか変なことをすることによって、前も言った通り一番大切なものから傷をつけたり亡くなられせたりするわけよ。本人の命以外の一番大切なもの、うん、なんなら命より大切なものか。そうやな、自分の命よりも大切なもの、自分よりも、自分が死ぬって言ったらさ、そこで終わりじゃん。まあなんか死んだかって諦めつくっちゃつくすもんね、うん、可愛がってた犬がポロンといきなり急に死んだって言ったらすっげえ悲しいじゃん。そういう方向に持っていくのが狐の怨霊って言った方がいいのかな。あれは狐だけは本当にもう肝試しに行く若い子たちもおるけど、
もう蹴飛ばしたり移動するさせる何かを触る触っちゃいけないもの触やっちゃうっていうのはやめた方がいいです。本当に敵に回しちゃいけない、うん、本当に肝試しだけに行くなら全然 OK です。別に心霊スポットだからって言って今おる朝鮮トンネルだって別に普通のトンネルだし、まあ立地的には、うん、霊感なければただのトンネルです。ただのトンネル散歩してきても自由、デートするのも自由 OK なんで騒ぎ立てる心霊スポット、心霊スポットっていうだけ、ただ暗いだけの心霊スポットっていうだけでさ、うんうんうん、どこもかしこも別に全然心霊スポットって言えるものでもないと思ってます。騒ぐから何かが起きると思えばいい、うんうんうん、騒がなければ普通の公園普通のトンネルやって、キツネもそう、まあな、うん、何にもしなくそのねお参りしたぐらいだったら別にいいです。うん、うん、神社だったらね、ただそこにあるまあ石でも何でも石ころ一つでも持って帰ったりしたらつまずいて蹴飛ばして石が動くのは全然いいよ。うんうんうん、うん、心霊スポットでそういうなんかボロボロになってもう本当に空き家みたいなところの心霊スポットでそこにたまたま狐の像があった場合はもう触らない方がいいです。狐の像、うん、狐の像だ持って帰ろうってやったら 100% アウト、もう絶対アウトですね騒がざ、うん、普通の廃墟とかたら騒いだらさまあ怪我する程度かもしれんけど狐だけは僕も怖いです、はっきり言って僕も怖いです。おうん、人一倍僕怖いです。なんか狐のところでやらかしました、うん、なんか除霊っていうかなんか助けてくださいっていう相談が来たら除霊ができない、わお、どんだけ体に移りました絶対に除霊できましたって言える人はいないと思う。あーなんか、うん、大まか取り除けてあげてもなんか傷跡残るみたいな感じで、いや傷跡残るどころの騒ぎでもないと思う。治療ができないレベル、治療ができない、もう末期がんと思えばいいステージ4の末期だもんあこれはダメですねっていやほんで除霊できました大丈夫ですっていうのはもう完全に嘘だと思ってくれればいいです。狐だったらもし、おお、うん、あなたの知ってる範囲でなんか助かる方法ないんですが、狐にもし恨み買っちゃった場合。いや俺もどんなけん僕もどんな喧嘩やってみたんだけど結局その道は辿ってっちゃってましたね。あ、うん、僕も勝てなかったな。なんか本当に神様の霊の方の心霊タイプなんだな。じゃあ、うん、僕はできないね、僕もできない。うん、まあでこの人が要はそのあんまり参拝したくないと思っているのですがっていうのは、じゃあ行かない方がいいってこと。そうだね、もう嫌だ嫌だって言って参拝するよりかはもう行かずに他のとこ行って参拝した方がいいと思います。でも狐がダメだっていうのはもう多分向こうも嫌がっとるはずですから。ああ向こうも相性悪いと思っててみたいな、うんうん、うん、だから、うん、行かない方がいいと思います。近寄らない方がいいと思います。僕もあんまり近寄らないですから狐のもう神社とかはほぼ、まあ行った神社にたまたま狐おった、た時点ではもう僕ももう悩むもんそこで一回、とりあえず入り口まで行ってあダメだなって思ったらもう帰っちゃう。そう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 、相性悪いなと思ったら僕も帰ります。おお、うん、そのぐらい僕も怖いです、はっきり言います。うん、なんていうかタヌキはタヌキで化かすって言うけどなんか桁が違うな本当に。やっぱりタヌキはね別に人を恨むっていうほどでもないから、まあタヌキの化けるはなんかアニメ調ななんかイメージが強いけど、うん、そう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 、キツネだけはねもう本当に怖いです。だから気持ち悪いな嫌だなと思ったら行かない方がいいです、触らない方がいいです。触れる神にたたりなしですから。おお、いいよ、はい、次行きましょう。では さっき言ったあのポンタ君から、ポンタ君置いといて置くないやでも質問はちょっと俺も興味湧いた質問だった。そう、あのかっちゃんに質問です、うん、ふと思ったんですが、うん、こっくりさんとか一人かくれんぼって実際にできるもんですか。一人かくれんぼ、何一人かくれんぼって。ネットが調べられないからダメだ。まあ要はそういうコックリさんと似た系統の要は幽霊呼び寄せる恒例儀式ですよね。
もう昔コックさんにハマったなハマるコンテンツなのかなあれ。ハマったな俺は。ハマったぞ、やりすぎたぞ俺は。ひらがなの表みたいなのと、はい、いいえつ書いて、五円玉だか十円玉だかで動かすあれでしょ。うやったことあるんですか。あるよあれ面白いことに、コックリさんコックリさん、私はよくおるやん、お化けがそばにいますかとか、うんうんうん、何々をしてくださいって、うん、あれ無意識に動くけど自分で動かしとるんだよなあれあなたが信じてないだけじゃないのそれは。は分かんないですけど自分のいい方向行かへんあれ。知らん、俺やったことないからあれ。嘘、こんなやってん、コックリさんコックリさん、私の願いを聞いてくださいって。自分の好きな方に脳みそが動くからさ、自分の好きなとこ行くんだよ。あ、例えばお小遣い欲しいですって言ったら、はいの方に勝手に自分の意思で進んでいくみたいな。そうそう、お化けが出るっていうかコックリさんも言っとくけど、あれ狐ですからね。ああ、それは、うん、知ってる、うん、俺はぬめり込むと怖いですよコックリさんは。あ、うん、一人かくれんぼ、一人かくれんぼって結局自分が死んじゃうと一緒ですから。コックリさんコックリさんって言って一人かくれんぼってカックリさんでやるやん、うんうんうん、ね、そうすると自分の生き量がどっか行っちゃうんだから、要は流体離脱してるようなもんだから、自分を自分で探すという、うん、実際にできるもんですか。できるかどうかはさておいて、やらない方がいいのは確定したな。やらない方がいいやってこわやってみて、うん、戻らなかったらポンタさん戻ってこれなかったらコメントもらえなくなっちゃうポンタさん、もしあれやったら、あのコックリさんの数字並べて、ナンバー3でもやってみたら。なんかうーんどうなんだろう、なんかパチンコが好きだったら、コックリさんコックリさん、今日の出る台を教えてくださいって言って数字並べて60なんか12とか120出たら、120の台に座ったらいけるかもしれませんよ。競馬でやるな、3連弾どれが当たりますかって。そうそうそう、あのポーターさん、もしほんと書き事やってコックリさんやってうまくいったら教えて、ここに。あの信用性が下がるよ、なんかこの答えのやり方が。いや、っていうかコックリさん自体は小学校の時、あの純粋な気持ちがあるから自分で動かしちゃうんだよ、どうやっても。うお、すげえ、みんな動いたっつって、じゃあみんなでやろうかっつって、ってみんなだって同じ考え方やん、嫌なことは嫌だから。まあお金欲しいですか、はい家で、絶対家行く人いないですからね。そう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 僕は男ですかって言ったら男の方行くやん、どうしても男やで。これで女ですって言ったら、いやおめえお構いやんなるやんやろう。なんか隠された自分がいらっしゃいますかってなるなあれは脳が自分がいい方向、いい方向に持ってきたいから、自分が勝手に動いとるように見えるだけで、何かしら、じゃあそのやってる本人の影響が出てる。僕はちなみにコックリさんは何回もやりました、はい、やった感想何なんですか、あれ。やった感想何で終わるの、楽しかったで終わるのか、何もねえじゃんっていうそれで終わるのか、何、あのやり終わった後何の、僕は死者の声を聞いてみたいっていうのではやったな。聞けましたか近くにおる死者の人たちがおって、うん、おお、あなたは私のことは嫌いですかって言ったら、嫌いって出たな嫌いで結構と思ったけど、ね、自分で傷ついて、なんか勝手に傷つくのやめていただけすげえ俺心に傷ついたけどうん、だけど別にその後俺、僕死者の声が聞こえるようになったから、別に全然あれあれやってくるからな、俺死者の声聞こえるのって。そういや、あー、なんか時期近いんだうん、近い、死者の声が聞こえるのって。そういえば、へえ、うん、それからかな、なんかコックリさんやったら霊感が出る説
やめろ、みんながコックリさん始めるってコックリさんはあの狐ですから あまり手出さない方がいいと思いますよ。俺は思うけどな、手出さない方がいいと思うけどな。だけどあれはほぼほぼ自分がいい方向に行くっていう脳が操作しとるから自分では思ってないんだけど指が勝手に動いとるように思えるけど、あれは脳が動かしとるという。まあ夜中にやってねコックリさん失格じゃない、あいうえおかきくぎをさしすすたちつてと、うん、あれ星形にしてやると面白いことが起きるかもしれないし、星形にして、うん、こうやって星形にして、うん、でポン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 って字を並べると面白い現象が起きるという、まあそれはやってみたら面白いと思う。その代わり後のことは知りませんそうね、あのやってもいいけど責任取れないよね、それで。そう責任取れないから何か起きたとしてもやめて、あくまで自己責任の判断で、じゃあ自己責任の範疇でお願いします。そうお願いします。はい、では次の質問いってみましょう。はい、楽しく拝見させていただいています、神社お寺でもなく安倍の生命神社、はい、どうですか、陰陽道、心霊現象とはまた違う。陰陽道何これ、あれこれされこれあれこれこれかれかれかれっていう陰陽道、うん、陰陽寺 の安倍の生命っていう有名な人、平安京随一と言われた陰陽師、いろんな映画や題材にもなってますが、おそれの神社ですね。陰陽道とかそういうなんかどうなんだろうな、スピリチュアルなカテゴリーではあるんだけど、あなたがそこに対応するのかなっていうのは、まあ俺ってどっちなんやろな。あなたはだってよりで言えばイタコとかあっち系でしょ、そういうなんか。イタコのイタロちょっと見ればってやつわかりません。イタコって何、あの要は霊媒師、その幽霊呼んでその会話してっていうあれができる、もう幽霊して会話ができる。陰陽は、あのお札になんか書いてペタペタ貼ってるあれしかイメージないけど。ああのインチキ神か。どうなんだろうね。あれ神貼ってさ幽霊出ませんって言ってさ、俺よくラップ音とか聞こえる来てくださいって言うけどさ、うん、やたらめったらなんか神貼ってあるぞ。あれ俺全部取ってあるもん。もう効果切れてんじゃねえか、賞味期限切れてんじゃねえか。そう有効期限切れてんじゃねえのと思う時あるもん俺。おう、あなたお札って作ったことある、あなたの霊感で。なんでお札いるの。え、なんかそういうなんかお札の作り方知らねえもん俺。短冊しか書いたことねえぞ。なんかサイン書いといてペタって貼っとけば効果あるんじゃないの。ねえやろ。知らん、俺やったことねえよそれ。あなたの除霊は本当になんか生身でやるから。教師しかやったことねえぞ俺。ここに紙あって、おう、こうなるやつや。そうおいや俺は、僕はどっちかっていうと、そこに出そうなとこに、あの壁とかだったら壁を触る、ああ手垢つけてくる。ここ通りそうだなっていう場所にそのなんか、そう自分が、うん、マーキングしとく、サインつけとく、マーキングっていうか手垢つけてきます。うん、それであのラッポンが消えましたっていうのはもう 90% かな、あとの 10% あとの 10% は違うとこから来ますっていうのがいますね。ああ、左側はとりあえず防御しといたけど右側から聞こえるみたいな。そう全部やれっていうことかっていうのももうね、手垢つけるの完全補強がいる。みんな手垢って言いやがるでね。本当に失礼なやつが多いんだ俺んとこのお客さんにはよ。え、こうやってペターって触ってく、それでペターって言いながら。うん、それはね、やり方の問題だと思うの。手垢つけてくれって言われますよ、手垢。ひどいでしょう。手垢の話はええねん。陰陽道、うん、まあ
陰陽道とか俺そのお札とかっていうのは俺は信用しないな。おお、うん、それに効力があるかっていうかって言ったらねえじゃん。どうなんでしょうね。なんかもう平安時代随一っていう一番のその人って言われてて、で、うん、その陰陽師っていう映画、うん、多分いっぱい探せば出てくると思うけど、の題材になった人だから、うん、何かしらカリスマ的なものは持ってるのでは。お札でな。今も陰陽師やってる人たちっておるの？霊感商法？霊感商法になっちゃうよ。陰陽道自体の流派はあれでも陰陽道なんかこの人の流派途切れたって書いてあったのどっかで。陰陽師はあの興味ないな。では次の質問いきましょう。はい、はじめまして。動画を見させていただきかっちゃんさんの凄さに驚きました。いやそんなことないです。まだまだ未熟のものです。私は実は埼玉県にとても歴史のあるお寺があり、神社のようなところにが隣接しているところがあります、はい、心霊スポットとしては知られていないのですが、お寺に隣接して中学校市役所があるのですが、そこはとても不気味で霊感がある人たちはみんな近寄ろうとしません。お寺を中心とした地域一帯が不気味で霊感が強くない私でもたびたび霊を見ました。かっちゃんさんのような強い力を持った方に何が原因かを教えていただけたらと思いコメントさせていただきました。ですが場所は埼玉県ということでとても遠いのですがご興味ありますか？これに関してはコメントでちょっとね、高速ぶっぱして片道5時間の片道7200円というね、あの時間的にも財布的にも優しくないスケジュールになるなっていうのが、俺ら基本日帰りなのでね、うん、そのだいぶ優しくないスケジュールになるなっていうのが想定されるわけですが、埼玉のお土産って何やろ。それによるな。はい、埼玉のお土産教えてくださいって。いや、あのさ、例えばひよこまんじゅうがお土産でありましたって言って、うん、わざわざ埼玉まで買いに行くんですか？通販の方が絶対安いですよ。ネットで買います。いや、そういう地域って結構あると思います。うん、もともとあのお墓を潰してそこに家を建てたとかさ。ああ、それもなんか似たようなコメントが一個もらえたな。僕もそこまで興味はあります。うん、興味はあります。うん、興味ある。埼玉行く機会があったら寄るんだろうなとは思うけど、埼玉まで行く理由がないんですよ。埼玉じゃあ行きましょうかって言ったらそこ行きます。ああ、うん、うん、まあ、これもう約束はできないですけど、東京飛び越えるってことが、いや愛知県なのです。今攻撃か。攻撃受け。でもあのメインわざわざ東京遠い越えて埼玉行かんなんだよ。うん、あの情報をくれるのは本当に嬉しいんだけどね、うん、あの埼玉をバカにしてるわけじゃないんですけど、そう、行けるなら行きたいですよ埼玉も。ちゃんと、うん、東京で泊まっちゃうような気がしてさ俺。東京バナナ買って帰るかって。そう埼玉お土産何かあったっけって考えちゃうもんですからね。いや、興味ありますよ。そういう街の中でそういうね、学校や特に学校なんか絶対許可、入れる許可もらうような僕喜んできます。歴史のあるお寺があり、神社のようなところが隣接されていて、なおかつ市役所があって中学校がある、場所の特定自体はだいぶ楽にできそうだから、これだけヒントがあれば、そうまあ埼玉行く機会があれば行きたいと思いますとしか言えません。真っ先に埼玉って決めたらそこ行きます僕。はい、行きましょう。下見行きましょう、うん、そうなったら。そう、夜学校あの、うん、入ると怒られますね。許可を校長さん、校長先生に許可をもらって撮影させていただきます。まあお昼下見でなんか学校がやばいってなったらね、うん、
そういう許可もやむを得なくなるのかもしれんけど、もらってでもやってみます。興味がすげえ行って興味が出たら、はい、そんな感じでございます。